ウィリアム・ヘンリー・ポープは、カナダの弁護士、政治家、判事で、連邦結成の不祖と称される人々の一人。ポープは、プリンス・エドワード島のベデクで、父、ジョセフ・ポープと、母・リューシー・コレッジの間に生まれた。イングランドで教育を受けた後、シャーロット・タウンに戻り、エドワード・パーマーの事務所に入って、法律を学び、1847年に弁護士になった。その後、 1859年から1872年にかけて、プリンスエドワード島の代表的な、通り系の新聞、ザアイランダーの編集長を務め、その在職中の1863年に、政界入りした。1859年には、立法府の一員でなかったにもかかわらず、プリンスエドワード島植民地の植民地長官に、指名されたが、これは、行政の長に、 公務員を起用するという統治形態の実験として行われたものであった。1863年にベルファスト選挙区から選出されて、ポープが議員となった後も彼は長官の職にとどまった。彼は1864年のシャーロット・ダウン会議の主催者側の一人であった。ポープはカナダ連邦結成の熱心な支持者であり、1864年に 当時のプリンスエドワード党植民地政府が連邦への参加を拒んだ時には、その内閣から辞任し、以降も引き続き連邦結成を支持し続けた。ポープの弟であるジェームズ・コレッジ・ポープがプリンスエドワード党植民地政府首相であった1873年に、プリンスエドワード党の自治領カナダへの参加が達成されると、ウィリアム・ヘンリー・ポープは軍裁判所判事に任じられた。 ポープの邸宅であったアードゴー1は1966年にカナダ国定史跡に指定された。シャーロットタウン会議の期間中、ポープ家はジョージ・ブラウンの宿舎として使用され、また会議参加者たちの昼食会場にもなった。ありがとうございます。